今日はやっぱり寺原ですからね、オリックスとすればやっぱぜひともね、前回完封した寺原ですから、はい、取りたいゲームだったんですよね、相手のウルフはね、前回やられてるわけですから、はい、まあ、痛いですね、これこのまま星を落としますとね、まあ、開幕したばかりとはいえね、レフト線を破ってこれが記念すべき1500本安打になりそうな金子は2塁に向かいます。そしてタイムリー、チームとしては13本目のヒット、通算1500安打を達成されました、おめでとうございます。プロ野球107人目の1500本安打、いやいや本当ね、おめでとうございますですね。これ昨日は稲葉選手が3000塁打、そして、まあ、長いそのプロ生活の中で、まあ、恐怖の9番バッターと打たれた金子誠はこれでお役御免です。まあ、とにかく長い間レギュラーを張らないとできない数字ですからね、まずやっぱりそこね、長い間レギュラーを張るということがまず第一条件で素晴らしいですね、はい。まあ、この節目の1500本目のヒット、金子選手もともとやっぱツーベースも多い選手 で、そうですね、昨シーズンはねずっとこの二塁打もずっとトップ走ってましたけれども、まあ、しかもタイムリーというおまけまでついて、まあ、らしいヒットでね。そうです、先ほど言いましたようにね、基本的には追っつけなんですけど、はい、近めに来たボールをね、時折ああいうバッティングやるんですよね、